に仕えし竜の魂、伝説の救世主のもとへ行け。戦で渡る。お前の良き心確かにもらったぞ。代わりに悪の心をお前にやろう。これで救世主も終わりだ。僕は救世主。早く起きなさい。もう渡る。うるせえな。渡る、カバンは？そんな格好してちゃダメよ。渡る。番長はどいつだ。俺に何か用か。今日からここは俺の縄張りだ。寝言言ってんじゃねえよ。あったか。ここだよ。ここ。このガキ。蹴りってのはな、やるんだよ。渡る。やれ！おとなしく渡る兄貴の子分になれ！渡る兄貴、友人帳で兄貴のものになっていない中学はここだけですよ。来たやれ。やるじゃねえか。少しは面白くなりそうだぜ。邪魔じゃ渡る。カバだ。誰がカバじゃ。カバじゃなきゃ誰よ、おじさん。かく拙者を覚えておらんのか渡る。新部会は総会山でお主と共に魔界の者と戦った剣部しばらくじゃ。剣部しばらく知らないな。あっちし、ひみこだよ。ひみこ、わたる。やめろってば。愚か者め。愚か者め。さっきからなんで僕が殴られたり怒鳴られたりしなきゃいけないのよ。お主は魔界の者に心を抜かれたんじゃ。魔界の者、見るがいい。これがお主の心じゃ。真ん中の良き心が抜き取られているのがわかるじゃろう。その良き心がないために悪ガキどもの頭になっておったのじゃ。あちしは忍者のお頭様だよ。渡る、
これから新部会に来てもらうぞ。総会さんが一大事なんじゃ。一大事って僕には何のことだかさっぱりわかんないよ。ごちゃごちゃ言わんとくればよいのだ。行くぞ卑弥呼、いざ総会さんへ。よく聞け渡る。魔界の者が再び総会さんを支配したのだ。だから総会さんって何よ。総会さんは神武海にある神々の住む山じゃ。あれは総会さんの虹がいつになく輝いていた日のことじゃった。奴らは何の前触れもなく現れたのだ。マシンは全部拙者が倒したが、その後に大変なことが起こったのだ。総会山の第七階層が消え去ったとは今でも信じられん。なんかよくわかんないけど大変そうだね。そうじゃ大変なの。ところでおじさん、本当にカバとは親戚じゃないの？ああ、遠い親戚にね。今日もお茶がうまいの。は、うまいの。ここはどこ？総会山のふもとのもんじゃ村じゃ。さあ渡る、おじじ殿とおばば殿に挨拶じゃ。ジジ殿とおばば殿？わかんないな。どうもこんにちは。うん、わたる、早かったな。お、この子はどこの子じゃ？わたるじゃ、わたる。おお、三本松の五右衛門殿のとこの。違うってば。やはりわたるも良き心を抜き取られ、救世主としての記憶も奪われておりました。そうじゃったか。お、ああ、山が宙に浮いてる。あれが総会山じゃ。変わったところだな。渡る、今度の魔界の王は暗黒だというやつじゃ。暗黒だ。でっかいな。こんなのおじさん一人で何百機も倒したんだ。何百なんて来とらんぞ。え、来たのはこれ一つじゃ。ねえ、そろそろ飯にしない？飯って感じ。おじさん、わたる、そんな些細なことにこだわっていてはこの死を超えることはできん。できんって感じ。女子なもん。暗黒だは総会山の人々の心から良き心を抜き取っておるのじゃ。抜き取ってどうするつもりなの？それはわからぬが、良き心を抜き取られた人々は魔界の者の思うがままに操られておる。渡るよ、総会山の人々の心を取り戻し暗黒だを倒すのじゃ。うひゃー。渡るよ、総会山を実際に支配しているのは第七階層に浮かぶ要塞に住むドナルカミファミリーじゃ。我が息子ドナルカミ兄弟よ。ドラム、ドルク、ドード、救世主渡るが総会山の麓の村に現れた。お前たちに命ずる。誰か麓の村に行き、救世主の息の根を止めてこい。私が行くわ。お構いには無理じゃないの。ドード、それがお兄様に向かって言う言葉なの？
お姉様の間違いだろ。なんですって？やるか！やめんか、ドルド！ドルク、お前が行け。気が進まない。お父様のご命令よ。だから？まあクールぶっちゃって、だいたいそのマスクが気に入らないのよね。私のマスクに触るなと言ってあるはずだ。腕を切り落とすぞ。実の兄にそんなことができるの？あんたの腕じゃ無理よ。やめんか二人とも。兄弟喧嘩は親子ではできません。そういうことだ。お前たちも。ドードはどこに行った？救世主を仕留めるのは俺だ。どうバレた、突破しにしようぜ。よく似合うぞ、アタル。そう？これが救世主のスタイルなんだ。いいな。ワタル、これが刀流剣じゃ。すごい、これ本物なの？金色の竜。どうした、ワタル？今竜が。ふーん、あんたが救世主なんだ。可愛い顔してるね。わわ、でかい。誰君？私はスズメ。スズメ？あれが救世主のいる村だな。拙者が倒したやつではないか。ちゃんとやっつけてなかったんじゃない？工房も筆の誤り。猿も木から落ちる。その通り。カバの間違いじゃろ。って笑ってる場合か。渡る、拙者が仙人丸で戦う間に龍神丸を呼ぶんじゃ。仙人丸は電話で呼ぶんじゃろ。ここにはないぞ。だとあり。うわぁ、PHS。 しからばボタンを。ここって県外？通じないの？県外、県外。ひみこ、お前どこにいたの？県外。どうしよう、こっちへ来るよ。龍神丸を呼ぶんじゃ。どうやって？刀流剣を天に向かって掲げ、龍神丸と呼ぶのじゃ。なんか恥ずかしいな。いいからさっさとやれ。よーし、龍神丸。何にも来ないじゃない。うわ、それは渡るの心から良き心が抜き取られているからじゃ。お金払ってくれるんなら私がやっつけてやってもいいよ。金などないわ。じゃ頼んだぞ、渡る。そんなのないよ。やべえ。渡る。またあの声だ。今なら龍神丸が来てくれるかもしれんぞ。本当？やってみ、光る。渡るだってば。やるのだ、渡る。よーし、龍神丸。うWe'll be right back.
龍神丸なの？久しぶりだな、渡。あ、その声。私はいつでもお前と共にあった。さあ、再び戦う時が来たぞ。さっきの。ここは私の体の中、私はお前の力を借りて戦うことができる。僕の力？行くぞ、渡る！放流剣だ、渡る！剣を抜け！わかった！押した、渡る。渡るの力が伝わらないぞ。そんなことを言われたってわかんないよ。渡るの中に昔ドアクダを倒した強さを感じることができない。昔を思い出せ、渡る。昔昔ってね、僕はまだ10歳なんだよ。これじゃやられちゃう。こんなの嫌だよ。弱音を吐くな。だってどんなに辛く苦しい時でも諦めずに進んでいったのが渡るではないか。その強さは今も渡るの中にあると私は信じている。龍神、逃げずに前を見ろ。前を。自分が立ち向かわなければならないものを見据えるのだ。諦めないぞ。僕は救世主渡るだ。おぜ、龍神丸。ところだが、俺とやるにはまだまだ弱すぎるね。もうちょっと強くなったら勝負してやるよ。よくやった、渡る。しばらく先生、卑弥呼、おじじ、おばば、それに龍神丸、僕は神武界に帰ってきたんだ。頼んだぞ。頑張れよ。頼んだわよ。はいはい、頼まれましたよ。救世主の記憶は戻ったが、良き心は抜かれたままだというのが心配じゃな。心配ない、カジーと。お任せよ。あの子についていくと何かいいことがありそうだね。ね、超人丸、いただきます。一番臆病さ。
バンジータウンでバンジージャンプをやることになった僕たち。こんなところから飛べっぺか。次回、超マシン英雄伝渡るバンジージャンプでバンジキューズ、超面白かっこいいぜ。